ドイツのフォワード誰がベストですか？ああ、ハバーツ。やっぱりね、ハバーツワントップのトップ下、ミュラーがいいと思います。なんでかっていうと、ベルナーにすると、普通に相手の矢印見てプレーできることが少ないっていうのと、あと、ボールの相手背負った時の持ち方が疲れやすい持ち方してるとか、いろいろ気になるところがある。本当、裏にスペースあって、そこに抜け出させる形以外が苦しいっていうか、普通にライブツイ時代よりひどくなってますね、なんかいろいろ。ドイツの場合、青がドイツだとすると、4-2-3-1して、ザネ、ミュラー、ここにニャブリ。これ、前とかハバーツ、ベルナ、ミュラーとかしてると、可変で左側上がる形結構あるんで、こっち側ラウムが上がって、まあ、こっち側サイドバックが下がってみたいな。あ、ごめん。サイドバック下がってみたいなと、ミュラーがサイドに押し出される形。これが、まあ、ここがミュラーで、ここが、ハバーツで、ここがミュラーで、ここが、ニャブリだとすると、この可変したときに、左上がる、ザネ中入る、ミュラーここ行く、ニャブリここ行くで、ちゃんと適材適所になるんですよね。で、こうなったときに、センターフォワード、ツートップの間をこう抜けるっていうのは、かなりキーパーに対応されやすいっていうのもあるし、あとハバーツだと、ここ下がってきて、こう受けながら相手を引きつけて、ミュラー出てく、サネ出てくとか、ニャブリ入ってくるっていう、そういう形もできるから。そうだ、ハバーツトップン使って、ミュラートップ下が一番嫌だと思います。